皆さんこんにちは。今回は、フォフォ、羅刹、普賢の比較動画になります。まず、最初に3名のキャラの主な特徴を見ていきましょう。まずは、元祖最強ヒーラー羅刹。元祖限定ヒーラー。能力は、スキルは単体回復とデバフ解除。そして、仲間の HP が半分以下の時は自動発動で、無料で回復ができる。必殺技は全体へのダメージ、そして全体のバフ解除だね。ラフの敵全盛期の時は虚数なのもありこれがかなり貴重だった。そして、添付はスキルか必殺技で合計2層貯めると、結界発動で、攻撃するたびに全体が回復だね。まあ、実質全体版拡散みたいな感じ。攻撃者は大回復、仲間は小回復という感じ。続いて普賢。全体のダメージ軽減と肩代わり。さらに、会心率バフと最大 HP バフ。限定損をしてます。自己回復能力があるので、かなり粘り強く戦うことが可能です。そして最新の宝条フォフォ。スキルは拡散形式で、デバフ解除。スキル使用後2ターンの間、自動回復と、同時に6回までデバフも同時に解除。必殺技は攻撃力バフと EP を回復させます。大体こんな感じかな。ということで、フォフォの実践を流しながら感想を話すのですが、模擬宇宙について、フォフォは SP が基本プラマイ0でほぼ供給が難しい。という欠点はあるのですが、模擬宇宙は話が別です。あ、一突に見えるけど奇物で一突してるだけなので、素体は無突なのでご了承ください。話を戻して、模擬宇宙では普賢、羅刹、どちらにも言えますが、欠点を祝福や奇物で補うことが可能です。例えば普賢で言えばデバフ解除を祝福で補う。羅刹やフォフォのように被弾前提での回復。つまり、ダメージ軽減やダメージ分担の祝福で。宝条という、最大 HP や防御が低ければ低いほど、敵の火力でゴリ押されると事故る、という欠点をカバー可能です。ですので、個人的に模擬宇宙に関しては、限定宝条や孫悟なら誰でもいいと思います。ただ、二人取るんだったら、孫悟宝条で生存補助にしたいので、普賢と羅刹かフォフォ、という組み合わせがおすすめになります。また、祝福でカバーできる部分には治癒時に攻撃力バフとかもあるので、もちろん、フォフォのように素で持ってる方が良いですが、その点も祝福や奇物。しかもほぼ完全ランダム獲得で戦うので、祝福次第でどうとでもなるかな。個人的にフォフォで気になったのは、フォフォって宝条なんですよね。そりゃそうか、って話だけど、フォフォの必殺技ってスキル継続中の自動治癒回数とも関係していて、オート操作だと不必要にスキルを使いません。これは、自分で操作すると気になりませんが、オートだと、たとえ一突仕様だったとしても、スキルを率先してしぶります。無突の解説なので一突の内容は触れなくてもいいのですが、スキルがせっかく2ターン持続する自動治癒なのに、また、必殺技最速発動にはほぼスキルループが欲しくて、その部分で他のキャラよりオートの適性が低いと思う。また、置き自動回復がないということは、置きデバフ解除とかもなく、裏庭とか忘却の庭の効果力を出す敵、さらに速度も速い。こういう敵に対して、オートだと事故りやすい気がしました。まあ、モチーフ常に引いてて、敵を火力で押し切れる人は、おそらくこの部分は感じないかもしれません。まあ、オートなんて自操作でいくらでも解決するので、オート適性まで評価に含めると低めにはなる、って話でした。続いて、忘却の庭についてだね。オートの部分は模擬宇宙と同じ感じで、持続回復が発動していない時間に、大量に敵が動いて事故るとかはあるね。まあ、これに関しては羅刹でもある問題ではある。だが、羅刹に関しては緊急時の大回復ヒールがあるので、集中崩壊の対応力は羅刹の方が上かなと思ってます。普賢やジェパードとか孫悟ではない限り、特に格下や軽減が集中狙いされて、そのままやり直し、ってのは割とこのゲームあります。何が言いたいかというと、急に戦闘不能にされる可能性のある終盤で、突然の事故を防ぐなら普賢が一番良いと個人的には思いますね。ただ、特にこのストームとかの風化状態への大ダメージ攻撃、あとは、〇〇禁止系の攻撃するおばさんとか、
キャラに付与したデバフでさらにダメージを伸ばす系への対策としては優秀だね。洗脳とかも回復かけ直すことなく、勝手に解除してくれるのも良いでしょう。復元は一度は完全耐性、羅刹は基礎耐性高めだけど、攻撃連打や、耐性貫通して行動不能になると、基本はその時点でほぼ終了なので、行動不能事故への対策としては、高いかなと思った。使用感の話にはなりますが、やっぱり SP プラマイレイというのは、特に SP がカツカツな編成だと、考えるのがめんどくさいですね。もちろん性能は申し分ないのは確かですが、豊穣で SP が増えないのは、考えることが増える。同じ水準で同じコンテンツをクリアできるなら、やはりお手軽で使える方がいいよねって話です。性能評価だと、同じレベルではあるが、やはり無凸で SP がプラマイレイ、事故気味だとマイナスになるのは、使用感においては欠点かと思います。オートが優秀ということはないのは確かなので、その部分では減点していいと思います。で、フォフォの利点としてはこんな感じ。まずは、スキルの発動時の回復量はかなり高いです。そして、自身の行動関係なくデバフ解除が可能なので、自分の行動制限系へのデバフも解除可能。さらに、無凸で調和系の能力があるので、SP 管理さえできれば、他の生存補助より火力が伸ばしやすいです。一方で短所。持続回復部分では回復が間に合わないことがあり、特に添付の同時による瀕死の仲間への回復ですが、HP50% までとなっていて、一部速度の遅いキャラの場合、星5だとそこまで気にはならないかもですが、HP50% ちょうどくらいだと、ゴリラとかは消し飛ばしてくるので、単体殴り効果力や、スウォームみたいに、とにかく手数が多い敵。そういう敵は、フォフォの性能的には苦手だと思いました。もちろんアタッカーや編成キャラの速度次第ですが、気になる点ではあります。で、先ほど話したオート適性が低いことだね。羅刹や復元の方がオートは絶対に使いやすいです。そして、SP 問題。後半の敵はそもそも常時何かしらのデバフを振りまく都合上。回復の合間を作るということは、モチーフとかつけていない限りはかなり難しいです。そして必殺技は、仲間の攻撃数で変わってくるので、特に実戦だと被弾による EP チャージがあるので、絶妙に回らない場合もあると思います。添付による治療時 EP1 回復はシビアなので、EP 縄あればそこまで気にする必要はないと思いますが、ほぼ満タンなのに、フォフォのターン来た。というのが何度かあったので、記載しました。全体だとこんな感じでしょうか。フォフォと羅刹の比較。究極的には欲しい能力があるキャラの方が優秀ではありますが。まず、無凸比較では羅刹からフォフォ、フォフォから羅刹へと乗り換える理由はあんまりないです。また、お互い一凸すればフォフォは SP 供給が。羅刹は全体攻撃バフが可能になるので、お互いの抜けてる部分が補充される感じに。それはさておき。フォフォも羅刹もどっちもいない人は基本狙うべきですね。また、個人的には孫悟と豊穣は同じ生存補助ですが、別枠で1ずつが、模擬宇宙とかを考慮するとおすすめだと思っていて、普遍持ちでも十分狙う価値はあります。特に11層と12層の忘却の2話追加と、もう1個謎のエンドコンテンツも追加が公式から発表あったので、限定生存補助2枠、理想は孫悟1、豊穣1がバランス良いです。ただ、普遍も羅刹もいつ復刻するかわからない。さらに追加の生存補助が追加されるかどうかの判明も 1.5 後半なので、生存補助が2枠いない人はできるだけ引きたい。1枠しかいない人は絶対狙いたい感じだね。一応長所短所羅列した感じ。すんごい文字チックですが、どうしたいか、長所や短所を考えたい人は一時停止して読んでみてね。基本的に生存補助が2枠足りていないなら確保をおすすめします。理想は孫悟豊穣で1枠ずつにしたいですが、普遍の復刻も、次の孫悟の実装も未定なので、羅刹持ち、普遍スルー組もできれば狙いたいキャラです。という感じかな。羅刹かフォフォだと、自走車ならかなり近いレベルにはなるが、適当に使いやすかったり、オート適性まで考えると、羅刹でいいかなって感じがしますね。皆さんは豊穣孫悟の比較はいかがでしょうか。よかったら教えてね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。
高評価チャンネル登録よろしくお願いします。